柿 DIY ともします。今回ですけども Amazon のプライム感謝祭で買った電動草刈り機を使ってみようと思います。購入価格は6,400円、中華製。まともに使えれば安いと思いますが、箱には穴が開いた状態で中身はぐちゃぐちゃ、一切梱包はなしで箱に放り込んだ状態で到着。もう最初の印象は最悪です。まあ期待はしていないけど、中華製の梱包もレベル1から10まであるとしたらレベル1。田舎の広大な土地の草を刈るのに購入しまして、そこでは動画は撮れないのであまり長時間の使用はできないのですが、ご参考になればと思います。価格と付属品を見るとダントツで安い商品なので買った感じですが、特に評価が高いものでもないので信用はしていなくて、説明書はこれだけ。まあほぼね、わからない状態。付属品はこちら、コードレス草刈り機本体とバッテリー2個と充電器、プラスチックカッターヘッドが5枚と合金カッターヘッドが2枚、合金ノコバが3枚、あとグローブとレンチとゴーグル。予備バッテリーと買い場があるのは助かります。スペックはこんな感じで、電気コードレスの芝取り間、材質の方はアルミニウムとプラスチック、バッテリーは 24V で電力は 650W、 回転数は 15,800rpm、 サイズ調整は可能で 30cm の延長が可能となります。30センチ延長するとこんな感じ。なんか実際には35センチくらいは延長ができます。サイズ的には問題なくて十分使えそうです。グリップをつけるとかなりいい感じです。刃は3種類ついていまして、プラスチックブレードとステンレスブレード、あと丸型のノコバ。柔らかめの草はプラスチックブレードで、雑草や芝生はステンレスブレード、太いものには丸ノコ。こんな感じで使い分けて使っていきます。では今から使っていきたいと思いますが、まずこちらステンレスブレード、こんな感じで切れ味は良くていい感じです。まあ使い方は下手ですが十分使えそう。では次にプラスチックブレード、柔らかい草はスムーズに切れます。芝生だけなら十分ですね。
今思いましたが、なんかこの草刈り機は右回りなので、なのでこの方向で合っているはず。販売ページの画像は多分逆で、こんな草刈り機あるのかな。中華に関しては全部右回り。ちなみに先ほどのプラスチックブレードはこれ、硬いのを試したら一握り破損。ではね、丸ノコを使っていきます。硬いやつから。はい、ということでこんな感じ。かなり綺麗になりまして、想像以上に使います。まあ右回りなので普通のやつとは逆ですけど、バッテリーに関しては50分使うことができたので2割使うには十分いけます。まあただね、回転の方は逆。では次に竹を切ります。少しパワーは弱いけど多分いける。まあチェーンソーの方が断然いいけど、使おうと思えば全然いけます。はい、こんな感じで少し使った感想ですが、面白かったです。適当に発送されていましたが、意外と物は良くて十分使えると思います。バッテリーに関しても思ったより使うことができて、2つ使って1時間30分程度。まあ、これだけ作業すると十分使えるレベル。まあ、使い方によっては危険な道具なので、まあ、十分注意が必要なのですが、重量も軽いし、まあ、意外とコンパクトなので、私もど素人ですが十分使うことができます。まあ、それと同時に結構ね、楽しいです。電動工具好きには最高のおもちゃというか、中華製の工具です。はい、こんな感じで動画は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。